チップス96です。ベクトルがあって、6個ごとに最大値を求めたいという作戦です。まず、縦に長ったらしいやつは、点値を使うと横になるので、スペースが少しで済みますと。それから、6個ごとをサブマトリックスで取り出して、6個ごとが何回あるかということを計算しておいて、そのサブマトリックスの中から最大値を取り出して、答えてやると、この6個の最大値、次の6個の最大値、次の6個の最大値というのは順番に求まるというものです。で、6の倍数でない場合どうするかということですけども、6の倍数になるように、違っとる場合には、6の倍数の部分に0を入れてやると、0から始まって27で終わったら、28、29のところに0が自動的に入りますと。で、6の倍数になるようにしてから、この作戦をやると、最後のところがちゃんとまとまるので、この作戦が、ここですね。3.5周期分あるときには、フロアとセールで3と4というのを出して、これが4周期分になるように、数を増やしてやると。まあ、0が一番小さい前提で0にしたんですけど、これもしマイナスの数のときには、マイナス一番小さいやつとかを入れとけば、それより大きいはずなので、最大値が求まるということになりますと。で、こっち側、3×3 のマトリックスの、この計算したやつを求めるっていうデトって言って求めるんですけども、普通、IJK で求めると、KJI で求めてしまうんですが、ウェルナーが KJI でコレクトすると、IJK の順番で、これの絶対値の展開したやつが、文字変数ばっかりの時も求まるということが分かりました。はい、以上です。